あ、皆さんどうもこんにちは、リアルです。今回はワンダーウェポン、スペースインワンダーランド、ワンダーランドって違うな、なんかおかしい、スペースイン、じゃあゾンビインスペースラン何言ってんの俺、前ゾンビインスペースランドのワンダーウェポンの一つ、シュレッダーだったかな、この一番右のやつですね、右から2番目ですけど、正式にはこの右のやつのワンダーウェポンの作成方法を今回はご紹介したいと思います。ちょっととね、まあ、前回ご紹介したあのディスコードと同じね、用意してもらうものが2つあります。1つはこちら、サングラス。サングラスっていうか、まあ、メガネですね。メガネの方をゾンビからドロップさせて入手しておいてください。で、もう1個は炎属性の武器。炎属性の武器。今私これ炎属性じゃないんですけど、炎属性の武器を、事前に準備しておいてください。炎属性の武器の作成方法は、現在の右上のボタンの方にあるリンクから飛んでいただければ、炎属性の武器の、ね、作成方法をご紹介しておりますので、そちらの方の動画をご参考にして、この属性の武器作ってみてください。はい、それではステップ1いきたいと思います。はい、というわけでステップ1、右のケプラーシステムズっていうところにある記念コインを、ね、入れるマシンのところに3つの赤いコインを入れてください。こちらですね、こちらの方に、3つ赤色のコインを入れていただく。もう現在2枚に赤いコイン入れてありますので入れたいと思います。で、3つ赤いコインを入れますと中からパーツが登場します。これなんだろう、ぬいぐるみか。はい、というわけでぬいぐるみゲットです。はい、これがまず1つ目のパーツの場所になります。はい、というわけで次の、2つ目のパーツですね、この噴水エリアに来てください。それで噴水エリアをちょっとさも踊っていただいて、この下に下がっていただくと、ボートがね、流れてくるんですよね、ウォータースライダーのボート。これを流れてくるのを待っていただいて、買うには現金が足りないか。残念、ここだな。ここじゃないな。ここは別にいいんだ。あ、来た。これをサングラスかけていただく。サングラスをかけた状態で、あのボートをよく見ていただくと、パーツがあります。パーツがあります。どれだ、どれだ、どれだ、どれだ。あ、あったあれを撃ちます。撃ったら、さ、噴水エリアに戻ってください。噴水エリアに戻っていただくと、パーツが出現すると思います。あった、噴水が出てる状態じゃないとパーツが出ないんですよ。めんどくさいことに。水が出てる状態のところでしか、パーツが出てこない。はい、この通りね、噴水のところで、ああ、難しい。噴水の水が出た時しか出ないんですよね、あのパーツ。あ、出た。あー、くそー、難しい。くそー、あー来い。ワンチャンゾンビ死ぬぞ。危ない。あ、ほら、死んだ。パーツ取れねえじゃねえか。パーツ取らせてくれー。パーツくれー。これ、押した。よし、うまいことね、やらないとパーツが取れないんで、ご注意ください。難しかったって。はい、ステップ3。これは前回ご紹介したディスコードと全く同じです。全くではないですけど、まあ、基本同じです。でかいゾンビ、デカゾンビが出てきたら、こっちへね、連れてきてください。デカゾンビが来るのを待って、ワニに通り抜けさせます。あ、ワニってゾンビ食べるんだ。うまいことやると上の歯が破壊されますので、それをやってみてください。これ結構判定シビアです。レーザーを吐くのを待って、レーザーを吐くとね、しばらく打たないんで、レーザー吐くのを待っていただいて、こっちへ連れてくる。どいて。はい、これで OK。 はい、歯が壊れましたね。これで OK です。はい、というわけでゲーセンエリアに来てください。ゲーセンエリアの方の売店エリア、こちらですね、カウンターの一番左のアイテム、ゴールドティースを300枚のチケットで買ってください。事前にね、300枚チケット貯めといてください。はい、ゴールドティースを買っていただいたら、こちらのワニのトラップ、ワニワニトラップの方に、行ってもらうとパーツが設置できます。そうすると、金歯がはまって、ゴールドティースがはまって、あそこにね、機械が出てきます。その機械の一番右のボタンを炎属性の武器で撃ちます。そうすると、相手ね、パーツがね、取れるようになると思います。これ注意ですよ、ワニに食われないようにね。はい、というわけでこれで四角ボタンで最後のパーツが入手できます。キラキラの赤い水晶を見つけた。私が持っててもいいでしょ。
はい、3つのパーツを入手していただいたら、地下エリアに行ってください。こちらですね、地下エリアに行ってもらうと作業台があります。地下エリアをずっとまっすぐ進んでいただいて、右に曲がってもらって、ちょっと怖いんでこれ置いときましょうか。ここですね、あ、ここじゃない、間違えた、もっと奥だ、すいません。ここですね、シュレッダーって書いてあるとこあるんで、これにパーツを3つ設置します。はい、そうするとシュレッダーが入手可能になります。シュレッダーこちらです。なんかすごいことになってるけど、ここ、ま、どんな効果なんだろう、俺も初めて使う。おー、あー、なるほどね、ゾンビが爆発飛散するってことか。はい、まあ、シュレッダーの名にふさわしいね、名前だと思います、ね。まあ、でもあれだな、これ大勢のゾンビ巻き込めんのかな、バカ。ちょっとそれはあって、今で聞いてみようか、どうなる。あ、確かに周りの連中巻き込んでる、いや、なんか微妙だな。なんか微妙だな、なんか威力は強いのかもしれないけど、威力は強いのかもしれないけど、なんだろう、前あのだったディスコードの方が大量のゾンビを巻き込めるからまだいいかもしんない。シュレッダーはまあどうだろう。あんまり大勢のゾンビを殺す用の武器ではないかもしれませんね、シュレッダーは。うん、残念ながら。ちょっと一回トレインで試してみますか。せっかくだから。何か使えるものがあればいいんだけど。何の音？さあどうだ。微妙、微妙な武器。あー、でもまあそこそこ強いのかな、なんかいまいちわかんない。でもやっぱディスコードの方が強い気がする。そうだね、やっぱディスコードの方が強いね、多分。多分大勢のゾンビを巻き込めるっていう点では、前回ご紹介したディスコードの方が強いかと思います。まあこれもまあそこそこ強いと思いますね。まあ機会があったら使ってみてください。はい、というわけでね、今回はあのシュレッダーのね、作成方法をご紹介しましたけども、ね、次回、いや次回じゃないけど、またね、次はこれですね、フェイスメルター、フェイスメーターか、フェイスメルターかヘッドカッターっていうね、あのまだワンダイポンあと2つありますので、その2つの、ね、作成方法が、判明しましたらまたご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ダークはい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。よかったら右上の方からチャンネル登録よろしくお願いします。おっつ、ここって全然ショッピングモールじゃないじゃん、バイバイ。最悪。